昨日3時間たくさんありがとうございました。最後1時間ぐらい記憶ないんですけれども、そこでいただいたものについて1個ずつ整理を1時間ぐらいかかるんじゃないかな、していきたいと思います。まあ、まず最初に感想というのが、まあ、うすうす皆さんも気づいてると思うんですけど、もうあれじゃないですか、実際の社会よりもなんつったらね、心が行き交うというか、あつ森ってそういうのすごいなって。今家から出たらあかんっつってるけど、家から出なくてもできるんじゃないかっていう、あの会議行かなくていいんじゃないかっていう話とか見たりするんですけども、本当にそういうことで、それ以上のことがあるっていうのは、例えばこのポニョミさんの桃とかさ この梨とか、今日ベリタンさんとか昼行ったけど、そんな果物の交換であんなに嬉しいって。でそれ以上のものをもらってるから、もう嬉しさがすげえから一個ずつ見ていかないといけないですよね。だから、昼ね、ベリタさんとこ行ったんですけど、普通日曜日の昼にさ、男の人と約束してさ、2人でデートして嬉しくなるってありえんやん。だから超えちゃってるんですよね、濃厚接触を。だから、濃厚接触だけができないんじゃないかなとかって僕ちょっと思ってたんですけれども、嬉しい気持ちにはなっても、実際の濃厚接触はできないんじゃないかなと思ってたんですけど、まあそれもカクテルシュリンプ上でうすうす感じてたんですけど、濃厚接触以上のなんか興奮があるというか、それもどっかで言ったとか思うんですけども、すげえな、つもりっていうことで、そういう話をしながら、まとちょっと見ていきたいですね。麻雀しようってね、これも本当にリアル社会で言われるよりもしたいね。また楽しこのね、会ったこともない人の実もう何回も言ってますけど、直筆がなんか興奮するんですよね。これとかもなんかさ、ともゆきさんって多分どういう人か分かんないけど、普通にいたらすれ違うだけの人やろうけど、普通にすれ違った時にこの紙渡されても全然怖いやん。でもここやとやっぱり嬉しいんやな、不思議やな、そう思います。かわいいなこれな。ちょっと整理を1時間ぐらいかけて、なんか1時間ぐらいかけてっていうと嫌なんじゃねえかって思われてるかもしれないですけど、そうじゃないですよ。本当にね、もったいないです、開封するのが。なんで俺この格好やん。ちょっとね、今見つけたいんですよ、ここに能面 これ昨日さ、最後カクカクになってバッタバタになったやん。でその最後の方のチャットって見れてなかったんですけど、あんまり見たらこれも置いてってくれてたの、あゆかさんが。これだけはあゆかさんいっぱいいろんなもんめっちゃくれたけど、これだけは絶対くれんやろなと思ってたものも最後置いてくねっつったんやってな。俺どうやって返していいかわからん。いつもだからベルで返そうとしてるんけど、ベルなんていらねえから借金返してくれって聞きましたし、人伝えに。借金返して人を増やし、ここに動物集めることがお返しなのか、何をしてもお返しができない気持ちなんですよね。動画がお返しなのかどうかちょっとわかんないです。一応今持てるだけのものを開けたんですけども、と金がすっげえある。これもね、ともゆきさんなんですよ。でもな、まあいいわ、これ一個ずつ話していきましょう。ちょっと一回ちょっとこのね、これだけちょっとつけて、昨日のあの人みたいになると思ったんやけど、これちょっと難しい。俺の中でこの未だにこのステッキがなぜそうなるんかっていうのはちょっと理解はできてないですね。なんでこれ一回脱がなあかんのかって、一回脱これはちょっと理解できてないです。脱いでしまった状態にしてくれればいいかなとは思います。あと、たまたま今ここに姉堀江さんっていうのあって、これ着てましたけど、前デート行った時に デートって着てった一張羅に対して、アキエさんから、昨日麻雀で来れないというコメントいただいたアキエさんから見たよって言ってきて、服着てってくれてありがとうって、姉としては嬉しいですって言ってくれてました。その姉とかいう設定ももう一回解散しなあかんかなと思うんですよね。解散しなな、もう人、昨日も誰か新しい人来たの、ユチとかいう子、大バッククで一緒したっていう人で、ね、そういうこともあるんで、もう兄弟とか何か分からなくなってってまうし、全員となんかしたくなってまうし、解散しなあかん、家族解散っていうあれをしなあかんのかなとかってちょっと思ったりもしてるんですね。ちょっと分かんないです、その辺は。でもこの一人暮らしのこれから、俺がこの一人暮らしの子になれたのなんか嬉しいんやけど、ありがとうございます。これ怖えな、今見ても。どっから行こうか。まず貝殻を拾って、俺貝殻をここに置いといたんですよね。で貝殻をでできるアーチみたいなのを作りたいって言ったんやけど、貝殻より高級なものしか皆さんくれなかったっていう幸せなことが起きました。
ドームの着物って何？あ、俺今思い出したんやけど、そういえば堀江さんがオフになった後に手紙送っといたよっつって更新されてないまま寝たんじゃなかったっけ俺。貝殻俺持ってるかな、さっきベリタスさんのとこ行った時に取った。お気に入りにしてるはずや俺。あ、してない。これまだなんや、これ車庫外だけないんやって。これだけ、これさっき作っていいですか、生理的な意味でね。チキンさんからもらった花も咲いてきたな。車庫外ってどこにあんの。車庫外ぐらいあるっしょ、一日経ったら。そんなにいっぱいもなれんで。1時間くださいね、ちょっとだけ。これか、違った。これ見た目で分かったっけ、車庫外って。ごめんなさいね、皆さんのやつを開けたいんですけど、まず桃がなんでここに。俺か、桃も20個欲しいんですよね。あった、嬉しかった今。なんかだんだんな嬉しい。あとこれつく、このねちっちゃいこの木あるやん、これ誰が植えてくれた、多分美穂さんじゃないんかな、分からんけど。あ、そうやそうや、これさ、俺これ誰って覚えてないものの方が多いんで、あのみんな一覧を書いたらいいんじゃないかっていう案もいただいたけど、それもめんどくせえかもしれないんですけど、書いてくれたら嬉しいし、書いてほしいし、もしこれ誰って俺が言ったやつを私って言ってくれたら、それはそれでめっちゃ嬉しいっすね。誰のって覚えておきたいんで、俺怪獣は覚えてますけど、でかいんで、あの怪獣はもうめっちゃここにあるんですけど。あ、絵を送ってって言ってたな、チキンさん。絵を交換しようって言ってたけど、本気かなあれ。これを作りたいですね。これをあのカフェに行きたいと思います。じゃあここにあるの、何これ、ノームの着物って何、飾れる幸せ、飾れる幸せがあるな今。あ、これなんや、なるほどね。ベル袋のラグ、ベル袋のラグくれたんや、誰か、誰1個ずつし、拾って飾って、拾って飾っていきたいと思いますけど、リンゴの壁紙、これ誰なんやろね。リンゴの壁紙、俺のあの桃の壁紙にすることがせめてのものあれかなと思ってるんですけども、じゃあまずここまでを、今貝殻は使ったのにあんだけ余ってるよね、使ったのにあんだけ余ってるんで、ここにあるやつは今俺が袋に、手袋に入って、あ、ポケットに入ってたやつです。あとこのこれだけもらっ、さっき昼ベリタさんにもらったやったかなやつですね。これは、あ、タンバリン返してくれてる、能面と一緒なんかな、一緒に返してったんかな、多分違ったっけ。売るか、これ2割でいいか、この動画は。もうどう思う。あ、でもやっぱりもったいないね、ちょっとでも金返せで借金を返すことが僕のお返しになるらしいんで、ちなみにさ、ちょっとだけなんか拡張されてて、あのもらったものがいくらか見えるようになってたんですよね。日曜日のため株の買い取りはお休みです。あ、そうなんや、本当の株と一緒やん。これすごいよね、株屋で買えなあかんとか500とかなんか昨日言ってたの、俺全く話ついていけてないんやけど、なんなんやろ、また教えてください。雑草いるんかなこれ。ブックスタンドはいるな、貝殻のアーチはいるよね。でさっき釣りました、あの子 の, あのベリタスさんのとこで、でこれもベリタスさんにもらった、おた、送ったゴンのメガネってこれ何やったっけ、忘れちゃった、なんかもらったんやったかな、ヤシの実くらいは売っとこっか。これが2割引きになるってこと、あそこの左、あのゲオの返しボックスみたいなところに置くと、前も前言ったけど、
芸能に返したら、伝えのものを芸能に返したら、近くの伝えのですねって電話かかってきて、僕たちで返しときますって言われたときに、本当に嬉しかったんですけど、たぬきちはそんなことはしないですね。2割引きされてしまうんですね。どっから話、どっから行くのがいいの、これ。どっから行こう。どうやってやっていくのがいい。どうやってやっていくのがいい。貝殻のあっち置くのがいい。どうやってやっていくのがいい。ポケットを開けたやろ、今。できるだけポケット開けよう。そして俺、あそこになんて木を持ってるかっつうと、木をこっちに移植していこうと思ってるんで、木をここに飾っちゃうか。ちょっと今急ぎやけど、急ぎやで、ちょっとここに置いとくね、これ。あ、なんか光った。そういうのも全部飛ばし飛ばし行こうか。光ったり、マイレージ光ったりするのも木の枝ぐらい拾っとこうか。ここはね、カフェに合うんやろか。カフェに合うんやろか。ほら、合うんけ。なんか余計何でも置いて干渉し合ったみたいになってますね。木魚ちゃんって。木魚だれ。もうコメントください。これだから神社系なんやろうなと思います。ビーチベッド、ここにビーチベッド。俺メビウスさんの記憶ないって。俺結構記憶力良くない、それ。違う。あ、いいね。俺のイメージ通りでした、これ。で、今日一応売らずに置いておいてさ、なんかも俺一応ほらハブ役っつってたが、最初なんか残ったものでみんなで欲しいもの、せっかく俺にくれたのに俺が誰かに勝手にあげると良くないんですけど、かぶったものとかでなんか持って帰れる、一緒に昨日参加した人にはあげてもいいんじゃないかなとかって思うんで、欲しかったらまた言ってくれれば手紙送るみたいな、そんなんどうでしょうか。カフェをオープンしたいっていうところですね。カフェと何やったっけ、神社と 増えてるんって。そこもまとめなあかんな、言うの。ごめん、何もまとめてなかった。まあ適当に置こうか、今は。この移動させるのも今回の動画ではやめとこう。時間無駄やし。今ね、見ようってこと。こんなでかかったよ、これ。これかわいい。嬉しい、あそこの石に合う。誰あれ。ありがとう。誰か言って、私って言ってほしい。あ、何これ、めっちゃいいやん。めっちゃいい。作っときますね、カフェ。これお薬くれた時さ、俺完全に寝ぼけてたんやけど、美穂さんかチキンさんやったっけ、これさ、なんで俺これ多分咳したでかな、俺が。蜂刺されてないのになんでっつった思ったんやけど、咳をしてたんかもしれないって後で思い出しました。これ順番に見ていく。時間あるかな、これ。1時間。梨を、ありがとう、梨。もうベリタスさん、たまにあるな、梨。こういう落ちてしまってるものは拾いながら行こうか。落ちてしまってるものって、これは俺が今移動させたチェリーですよね。このチェリーとかを全部あそこに3本ずつ並べたいのが夢なんですよ。こんなん拾わんでいいって。時間が何と、え、誰、何どうしようかなって。あ、どうしたの。いや、時間ない。ちょっと待って、化石も後で鑑定しよっか。どういう順番がいいやろな。金は絶対これさ、ともゆきさんなんやけど、あ、これ後で話そう。福類をみんなここに集めてくれたのでしょうか。それとも何でしょう。福類を全部一回開封しますね。ウェーダーって何これ。カメラ付きワイシャツは着たな、昨日。コックさんはあそこですよね。学生服のズボン。コックさん、学生服のズボンがないのに、学生服のズボンだけがないのにくれたんやんな、あれ。すっげえよかった。だからちょうどズボンが履けるようになったん、俺。学生服の上しかなかったで。上くれたのがチキンされたっけ。で、学習はなんでしなあかんくなったかっていうと、リッツさんのせいないって。だからリッツさんが椅子持ってきたからなんで、確かね。
これで学生服とアンチエイジングは揃ったっていうことでしょうかね。たまたまアンチエイジングのために送ってきたらしいんですけど、シゲさんは確か、うん、これは来たな昨日。これ何、何これ、何のためにあるんやこれ。コックさんの服全部能面やから合わんな。これは昨日着ました。あ、これは覚えてる、多分ポニョミさんだったと思うな、色違いは。いっぱい国産の服あるな。カメラ、これも何個もらったな。これ誰やったかな、なんかその先輩がネクタイ付き T シャツを着ててさ、いつもそのネクタイが絵なの、それダサいんじゃないですかって言ってた、それに似てるなって言ってたやつやね、うん、これは持ってたやつかな、もう一個くれたのかな、うん、ちょっと飾っておきますか。ありがとうございます。全部こう飾っていけばいいんかな。これは着るもんやったで一回着たけど、こういう風に置いといて、まあ、だんだんベリタスさんの島みたいになってきましたね。ベリタスさんの島、さっき言った動画も上げるんでそれを見てほしいんですけど、ベリタスさんの島にもこうやってあったんですよね。一人しかいないのに。ああ面白かったあの島。あ、そうや、それで思い出したんやけど、誰かの島行きたいんですけど、誰もそれには来てって言われないんですよね。なんでな。行きたいんですけど。これや。で、これの上ってどうやって切るのこれ。これ解除しなあかんのけ、何かを。これを。せっかくのこれをさ。ほら、これどうするんだっけ、お気に解除。ちょっとわかん、あれがいるのかな、なんか ドレッサーというのか、わかんないですね。学生服のズボンまた着ておきます。ありがとうございます。みこしおずけと学生服のズボンどこ行ったよ、俺。あれあれなくなってる。まあいいや、うん、ここはずっともらい続けてた、結構気に入ってるウィッグです。これは昨日もらったウィッグです。これも昨日もらったかぶり物です。全部あゆかさんやね確か。ピエロの仮面何だっけ。あ、これはベリタさん家でチキンさんにもらったやつですね。3人お揃いで写真撮ったんでまた見ておいてください。でこんな感じかな、ここら辺は。で、あ、桃20個になった。嬉しい嬉しい嬉しい。時間あるかまだ。桃20個になったのの嬉しさは、ハチコさんが桃の壁紙を送ってくれてたのがやっと作れるようになったんですよ。嬉しい。これにすぐする、これにすぐしてきます。で、今から手紙を開けましょうかね、ポリエさん。なんか新しいジャンルのイランモンが来てたらちょっと、あ、でもなんかイランモンじゃないはずですって言ってくれてたような気がするな。イースターもやめようか、いつでもイースターでしょ、大空島。どうやってやるのこれ。どこ行った今のやつ、これか。お、いやーいいね、嬉しい、落ち着くわ。この辺ちょっと片付けとこうかな。あれ間違えた、これどんなやったっけ、これ、あれこれ何でもらってんだかな、忘れちゃったな。でも結構最近なんですよね、もらったの。よし、これでキッチンもでき始めたということですね。ありがとうございます。これは OK で、ブックスタンド木魚ね、覚えた覚えたよ、ブックスタンド木魚。一番今ね、ドアの左側についてたあのフライパンかけみたいな、あれをくれたことから始まってるんで全ては。そしてこれはこの椅子をくれたことから始まってるんで、結局でもすっ
げえ狭くはなってますおかげで。だからこの学習セットみたいなのとかをちょっとずつ皆さんにお返ししたりとかしたいですね。でこれはリングです。あ、違うの取ってる。めっちゃ重要なやつ取っちゃった今。そういう風に失敗する皆さんも。お勉強セットは誰かどうやろうと思うのと、あ、これはなかったやつ、ありがとうございます。誰かわからんけどごめん。で勉強セット2個あったんで、トイフィギュアはリングのとこで、これは置いとかなあかんね。これは美穂さんやね確か。置いといて後で整理します。うん、みんなからもらったものだけの島になれるやな俺。贅沢やな。やっぱお金で返したいけどな。そのためのベルやと思うけどダメやなそれ。何で返そうかな。もっとすっげえいいもん、すっげえいいもん。俺やっぱみんなも手に入れられないものなんてあるの。なんかそういうものを返したいな。やっぱ手紙になるんかな。そうなってくると逆に これ覚えとかなあかんよ、うん、じゃあ手紙見ます。見るだけになっちゃいますけど、今日は多分書く時間があれやと思うんで。来た。うわめっちゃ来てるやん。多分昨日のここか、ともゆきさんのところから行きますね。先にこれあげる。ごめん先に取らんくて。でも通信した時に乗ってなかったんって確か。通信中の時は先にこれあげる。よし、簡単なのな。どれやった、これか。パンダのターター。何これ、なんでこれ先な、先にあげなあかんもんか。これはパンダのターターは飾るとこがねえな。あのさっき店にあったやつかな。あれ、なんで置ける場所ないのこれ。でかいのもしかして。めちゃくちゃ怪獣規模、怪獣規模か、怪獣規模やん。あ、怪獣規模じゃねえか。あれあれやん、女の子同士のインスタ映えするカフェにあったやつや。あそこの美穂さんのとこの。ありがとうございます。先にもらえずすいませんけど、ちっちゃいパンダあそこに売ってたんで、それと並べたいと思います。でこれをね、堀江さんは日頃の感謝の気持ちを込めてニュートラルコーナーを送るから、これ定型文ですね。定型文なんですけど、えコーナー、コーナー、ちょっと待って、ありがとう。これ有益なものをあげたよってチャット上で言ってくれた記憶です。合ってますよね、合ってますよね。そこまでコーナーっていうのは何でしょうね。時間足りんなこれ。第7の わあすげえ、おしゃれすぎる。無駄じゃねえ、全然無駄じゃねえ。特にこのもしかしてのこれ超ありがたいんですけど、生放送中にできなくてすみません。でもこっちでお返しした方が俺はやっぱり嬉しく、バタバタしてなくて感謝を伝えれてるかもしれん。ありがとうございます堀江さん。初めてやろな、役立つものくれたの。役立つものくれたっていうか、もともとあれもポジョミさんたちからの左上のやつをくれたのはもともと役立たんもんやから。これでもこれが役立つものになるための役立たんもんや。これだから4つ揃って初めてやで。これはでこのついでにここにこれを飾っときますね。ここで皆さん寝たんやけどね、俺今寝れんかった、なんでやろう。これを置こうとしてたんですよ。でゴングッズのもどっかに落ちてたと思います記憶では。なんで俺全然プロレス見んねやけど、知らんねやけどプロレスのこと。ありがとうございます。いやしな、有益なものって言ってただけのことはありますよ本当に。これ何、これ開けんときゃよかったね今。これこうやって一回一回こうやってしなあかんのか。もっとショートカットキーあったら教えてほしいですね。これは立てないな。で、あゆかさんシリーズいきます。通信楽しかったです。少し怖くてすいません。
いやだいぶ怖いんですよ、追いかけられた時。この自分が持っているものよりもオムさんの方持ってた、え、オムさんの方が持ってていいと思うんであげます。へー、自分が持っているよりもオムさんが持っている方がいいと思うんであげますっていう文章いいな。メルカリで売れた時に使おう。帽子とセットでどうぞ。ありがとうございます。今日俺フレンド承認が来ましたかね。学校計画に協力したくてこれを送ります。真面目になってます、真面目になってます。文章がなんかちゃんとそういう面も出してくれたんですね。面って能面じゃない方の面ね。リーゼントに合うかも。いやリーゼントに合うところの面はいいよ。リーゼント俺喜んでたっけそんなに昨日。ありがとうございます。いやー嬉しいなー。あのタイピングする暇だけでも時間だけでも嬉しいで、本当にもう本当何したらいい俺、また教えて。通信の3時間で切れないパソコン買えばいいか。また教えてほしいですね。ちょっと待って、着替えなかった。これは飾ってしまえば俺はずっとあれなんかな。あ、そうなるやん、やっぱりそうなるやん、すげえ。これをありがとうございます。これありがとうございますか。まあまあ、あ、リーゼントに会うためや、そういうことね。これね、これやったっけ、リーゼントちゃうわ、これ能面や。あれあれ、俺今何拾った、これや、リーゼントにしとかな。夜なのにサングラスしてるやつは大体怖い、怖いかダンスうまい。開けましょう。教託、ちゃんとしたものも送ってくれますね。あ、ちゃんとしたもの送ってくれますね。今部屋入られないんでそうしておきましょう。コンパス、これなんで送ってくれたって言ったっけ。あ、これは違う人か。あ、でも可愛い堀ちゃんみたいになってる。何この赤ちゃんの帽子って、これ何の、え、あ、これで上下ってこと、うん、ちょっと待って、手紙忘れちゃった。今 どれがどの手紙やったっけ。教託は分かったよ。これはね、これリーゼントに合うかもあれ、あれね。あ、自分が持ってるよりもオムさんが持ってるとどっちのことやったんか一個ずつ開けた方が面白いかな、やっぱりな。帽子とセットでどうぞってことは帽子の方が僕が持ってた方がいいものかそういうことですね。ありがとうございます。そしてカクテルシュリンプ等はベリタスさんより後に開けたかったけど開けましょう。昨日初めてのマルチに参加できた、あ、初めてやったんやな、そういえばね。動画で見た時よりも島が発展していてびっくりしました。そうなんや、そこに気づいてくれたのね、ありがとう。だって俺ね3時間よ、撮りためたビデオ3回3週分再生しながら、いつの間にかもうビデオのこと、ビデオっていうと古い人間みたいなんですけど、入ってこないぐらいテーブルモードでやって酔っ払いましたけど、その割には俺変わってないなと思ったけど、そのちょっとした変わりを発展と捉えてくれましてありがとうございます。そしていつも PS がついてるのよね。でも PS って嬉しいな、俺も PS つけよう。これから前も PS ついてたんですけど、ちょっと後で見ようかな。それは今見ちゃうと俺3分ぐらい見てしまうんで、何を見よう、これ何くれたんやろ。3分は見てしまうね、前の手紙ね。ホックスってこれ絶対分かった、今ので本当に咳を心配してくれてたんですよ美穂さんは。さっきの話とつながったんやけど、これ多分俺本当にそういうことやと思います。この怪獣とのギャップの心のやつね、ありがとうございます。やっぱ本当にさ濃厚接触やと思います。これはもうベリタスさん何もなしじゃねえやろな。島に来てくださってありがとうございます。さっきや、さっき入れたから雑草から作ったこれ、あ、すごい優しい。その後にあゆかさん送ってくれたよね、ありがとう。じゃあってことは今やね、ほとんど今やと思います。あの時間出ないのはちょっと寂しいけど、そういう時系列で言うとこれ俺昼出てるんで。どこ行ったんやろ、何くれたっけ今。
俺今何もらったっけ、草で作った何か、あプレゼントばっかりだった、ごめんなさい。ちょっとあゆかさんのこと考えてた、草ミリック俺が拾っ雑草が俺のところでひどかったんですよ、うん、俺のところは星芋さんがさきれいにしてくれたんで気づかなかったんです、あんな雑草がいっぱいあること、あっち側にこの川のあっち側に行かない習性があるんで、僕たちは、僕とかベリタスさんは、だからあっち側にすごい溜まってたんで、それをさチキンさんと3人で取ったんですけど、その取ったものを65個ぐらい溜まった、それで作ってくれたという優しさね、これは絶対嬉しくないからね、普通に俺の家まで持ってこわっつってもらっても絶対嬉しくないやつをやっぱ嬉しく感じるっていうねことなんですよ。で以上ですかね、ピーポンピーポンなってたけどこれかな、まあまあいいや、ありがとうございます。手紙のコーナーは終わりました。なんかやらなあかんっつってたっけ、なんかやらなあかんっつってたっけ、これ小便器とかちょっと外に置かせていただこうと思って、ここにトイレ置いておきますんで、また使いたい人がいらっしゃいましたらここに置いておいておきますね、裏に、川の裏に置いておきますんで、まあ、後で並べ替えておきます。いや次行きましょうか、もう時間ねえの、ここのコーナー行きますか、ちょっと時間早めて、あのこれを取れなかったんで、これを美穂さんに送らな、この音楽欲しい人いたら言ってほしいんです。でこれは木製チェアーと丸太の杭の作り方、そして丸太の杭があると俺これ誰やったっけ、嬉しかったっつったん、俺本当に今欲しかったっつったん、これをちょっと覚えて、あれその場で覚えたいな俺多分、じゃあ後で作っておきます、橋がついに皆さんが次来るときには橋の向こう側を作っておきたいなと思います、売ればいいん で、 これ、ね、でこういうオレンジは拾っておきまして、これはウォールクロック、これ誰が持ってきたのこの辺、俺この辺を理解してないかもしれん、ポータブルレコードあったろう、講義室の机、講義室の机、これ新しいんじゃない、いいね、めっちゃ広いとこ、勉強部屋欲しいな、あれからビンゴマシン、ハリコの虎、これわからんね、あ神社かな、神社結構ここに集めてみようか、え神社ちゃうな、ちょっとだけ神社じゃない、神社かな精一杯の神社な感じなんかな、これはあのダーツボードと近いんですかね、ビンゴマシンっていうのは、間違えた、ごめんなさい、うわあ、そうか、あれもらったやつの色違いや、どっちか兄弟できたら、お勉強セット、ビンゴマシン、こことダーツ、さっきたまたま、あこんなちっちゃいの、思ったより、ほうかほうかほうやな、これをあそこのビンゴマシン、あダーツと合わせたようなバーにしたらいいですかね、堀江さんの看板、小人の服、小人なんで2着やん、なんで2着、あ、ちゃう、ヒーロースーツ、あ、ヒーロースーツはもしかして昭恵夫人が持ってたやつか、あ、これなんや、やっぱり緑や、これ緑って一番いらんキャラ、いらん色や、なんやんじゃない、一番のやつやな、ありがとうございます、ここら辺は知ってるね、このプレゼントボックス後からまとめてあげたいんだよな、んで花2つ咲いてて、ナチュラルなガーデンチェア、木製シングルベッド、さくらんぼのランプとかめっちゃ可愛い感じがする、誰かわからんけどありがとうございますね、
タルとか好き。木製のシングルベッド、丸太のソファー。あ、丸太のソファーもいるの。だってでっかいソファー作るために丸太のソファーがいるって言ってた。ありがとう。緑の落ち葉、あの落ち葉の絵なんかな。ダンボールベッド、あ、ベッド、ダンボールも俺欲しいの実は。ダンボールだけが素材として必要なのに覚えてないっていうところの局面があったんですけども、ありがとうございます。これを覚えてまた作るのは別の動画で、別の動画というか今度来るまでに、なんか皆さんが来てくれるまでに用意しておこう。その時またいっぱい持ってきてくれてしまうからどうしようかなってこともありますね。でこの辺のこのなんていうの、資源っていうか金目のものは全部後で話そうって言ったことやけど、ともゆきさんなんですよ。でともゆきさん、俺この袋を3個置いてくれたの俺見たので、あっち側に1万ベル置いてやったのね。でこれ3個申し訳ないっつってのに誰も拾わんかなっつってて、俺多分これ1個拾ったんですよさっき。でもう1個拾いますよ。であと1個どこ行ったので、あっちにあった1万円はないんです。その時にメビウスさんが金くれっていうチャット入ったことあったんですよ。どっちの金持ってったかよね。でもう一つは、あんなにいい人ばっかりやったのに9万9000持ってった人もしかしたらいるかもしれないっていうところですよね。でもいいです、ありがとうございます。この資材はそういうことです。本当に友幸さんがね、多分ベルに置き換えたら一番くれてるかな。だからどうしたらいい、友幸さん、ありがとうございます。低い庭石、神社かな、竹。あ、これ送らなあかんね、チキンさんに。ゴング、青コーナー、やばい。ファクシミで俺持ってた、俺のやつかな。あ、俺のやつをここにハチコさんが分けてくれたんですよ。こういう風にその穴がなくなってるから、今これ分別してくれてたやった。そういえばありがとうございます。その分別の穴が1日経ったら消えてるだけで、確かにピンボール台、シャンさんかな、自販機とここから辺喜んでた記憶ある。講義室の椅子だろ、あっちの書斎の机の、なんかこの中で俺が拾わんかったやつとかでも拾うけど、後からもし絶対に必要っていうものがあったらコメント欄でくれれば手紙しますんで。エスプロスメーカーとかはこれ後でちょっと、メニュー黒板とかはカフェ系なのね、ここ。ありがとう、この分別助かるわ、分別助かってます。まず青コーナーが気になってしゃあねえけど、俺オッケーオッケーオッケー。表彰状もね、なんか違う、表彰状もなんかチャンピオンベルトっぽいかなと思ったけど、これ置くしかないんやね。でこれか壁が必要なのな、もしかして。かぶったー、これ回せばいいんか、もしかして。あれ、これ回せばいいだけなんやったら俺寝てどうせんの。もうあと1個ってことですよね。回せそうにないような気もする。あ、回せる当たり前なんかな。じゃあなんでこの形で送ってくれたんやろ、堀江さん。すごいよな。あ、でも赤コーナーやったでかな。青コーナーよくわからん。あと1個になった。そしてここにゴングを置けば、俺別に全然見んけどボクシング。なぜかこのコーナー、しかも俺これ募ってないやつやけど。募ればよかったかな。なぜかできるっていう。また戦いましょう。戦えるのかな、の上で。ほんで学習ディスクとかちょっと置いて、置かしてもらっていいですかね、こっちにね。黒板飾ってみましょうかね。これはホワイトボードよりもこっちの方がなんかしっくりくる感じもする。ここかな。ピンボール台はあっちに置いとこう。自販機いいね、自販機いいな、街になった時に絶対必要。ありがとうございます。でこれは俺の持ち物で、これを飾る。
いいね、なんかゲーセンできそう。なんか1個俺売っちゃったよね、それがもう1回あれば、あの2つのどっちでもないゲーセン系のアイテムを売っちゃってたんですけども。次はアイランド、アイランドキッチン高いっつってた。パンダ系なんで増えてるん、先に送りますの後のやつかこれ。包丁サンドありがとうございます。あの1個あって、アイランドキッチンは俺チキンさんのところでしか見たことがなかったんですよね。それをくれたんでちょっとちゃんと調節しておきたいですね。 T セットって何やろ、この辺はカフェ系やろ、かわいいな多分。ありがとうございます。芝刈り機ダイナー系集まってるからなんとかですとかっていう喋りをしてたところ見たけど、本当に欲しかったら見て言ってくださいね。ダウン7カウンターテーブル、これ俺買おうとしてたやつや、あネットで調べたやつや。メニュー黒板好きや。メニュー黒板さっき俺持ってなかったっけ。ちょっとここに集めとこうか。これなんやろ、これ何、あチャイニーズティース、あそういうことね、中国茶ね。あこれとか絶対合うな。ちょっと今狭くなったけど、どんなやろ、合うかこれは、これ合うか、誰これ持ってきたの、誰か教えてください。ティーセットとチャイニーズティーセットとちょっと違うってことだよね。あポットのやつね、女子の、女子が好きそうな。アイランドキッチンどんなんかなっていうのを、いやーいいな、これ家の中に置いておきますね。パンダのチュンチュン先に送るやつの後の方かこれ。パンダのとこに置いといてあげようか。これはあれ誰これ、あれつい話しかけてしまった。あ博物館に絵が飾れるようになったでかな。もしも流れ星に出会えたら A を押してお祈りしてみてください。へえ、なんか流れ星のかけらみたいなアイテムを思い出したんやけど、あれは何のゲームやったっけ、星のかけらって。ゼルダや、ゼルダも流れ星あって見つけて取りに行くんやったっけな。美穂さんゼルダもやってるよね確か、そうやったよね。パンダの、誰パンダ持ってきたの、本当に誰かこれ知りたいです。これもめっちゃいいやんこれ、何このこれ2つとも友幸さんじゃなかったらなおさら面白いんやけど、2つともが友幸さん、もう1つは違う人やったら。あそこに咲かしてくれたのも思い出して、これがポニョミさんがね全部袋に入って、開けたくない、袋ごと俺取っときたい、袋ごと取っときたい。メニュー黒板っていうのをちょっと見てみたいでしょう。めっちゃあるメニュー黒板、ココナッツジュースマンのプレスメーカーは案内、大体想像できるから、まだ今は見るだけ置いとき、最近覚えたんですよ見るっていう言葉。第7ソファー、第7椅子、ちょっとここら辺飾ってみます。ちょっと後で整理します。これ俺欲しかったのよ、街で見た、そうやね、やっぱ街で見たことあるやつや、どっかの街で、街ってこの中の、あつ森の中の街やよもちろん。わあそれね、でさっきの第7のとこにちょっと行けんかった、行けん、帰れん、帰れんくなる、あかんかんかん、ちょっとここにはみ出しちゃいますけど。あーいい、俺が見たやつと一緒、これのさ 色で揃えてるんですって誰が話してたっけ、あれいいね、ありがとうございます。ココナッツジュースも一回見ておきたいですかね、まあ、いいや。ちょっとスターナスティッキ、なんかともゆきさんがあの金持ちの格好で来る、ともゆきさんがあの登場シーンめちゃくちゃ面白いけど、くれたんじゃないかなって予想されるやつだね。恋人の服なんやな、
あ、これが小人の服なんや。さっき何着てたやろ。忘れてた。よし、次は、あ、フラメンゴのお酢いたんや。あ、売ってただけかな、あれは。フライパンありがとう。え、かけてんの、こことここ。フラミンゴフライパンかけてねえな。夜間半合、半合のイメージができないんで、ちょっと置きたいと思います。いいね。なんかカフェの系統間違えてる人もいるやんな。ありがたいですね。冷凍庫ありがたいって言ってた昨日。冷蔵庫2つあるから、ちょっとこの辺でごめん。あとで、あ、その感じの冷凍庫なんや。めっちゃ右下のカフェに合うやつや。家じゃなくてキッチンじゃなくて、これ何だっけ。あ、これがそうなんや。あったな、これ。あった、あの、この家に、ベリタさんのとこに。オスとメスいた。何すごいので、世界地図持ってる。トイレ掃除セット2つなんや。誰の分類これ。あ、誰の分類じゃねえわ。誰のコーナーでしょうかね。誰のコーナーじゃねえな。2つ同じ人が持ってきたかどうかが気になるんやけど。2つ便器があるからかな。便器も持ってきてくれたから、あゆかさん。あ、いいね。洋式トイレもう一個。いいね。ちょっとまたやってきますね。で、プレゼントボックスに行くんですかね、そろそろ。プレゼントボックスに行っちゃうんですかね、最後の。行っちゃいそうですね。いいですか。緊張すんな、これ開けるの。ちょっと、手持ちを少なくしようか。覚えてるのどれやったっけ。まあ、ちょっと手持ちを置かせてもらって、パイロットサングラス、あ、あれがそうなのな。そういうことね。いや、ありがとうね。あ、植えてる。これいいな。これ色全色揃えたいな。これいいな。一番脇役の緑から揃いました。ちょっとここ置かせてもらう。2つとも美穂さんやったらもう俺ね、もう俺なんやけど。ベル袋のラグは置きます。売ってたの見たことあるから。これって飾れるんか。飾れるんや。あ、これで水槽なるかな。あ、すげえ綺麗。いい。これ手に入れられるんか。あ、ちょっとしか入れられんのや。皆さんの目の前で借金返すところをさせてもらいます。じゃあ、ヒヤシンスの冠、これは俺あげたいやつ。ありがとう。ねえ、ちょっと待ってよ。今何時。37分ね。録画時間あと10分ね。あと10分ってこともないか。何しようとしたっけ。借金はどこで返せんだっけ。こっちはね。皆さんのお金をちゃんと有効に使わせていただいたということをいきたいと思います。これ1個の部屋が、部屋2個できてると思ったけど1個ずつなんやね、部屋。そういうことなのね。俺26万持ってるやん。
の見方と違うんや。もう袋に入ってれば一括いけるんや。へえ、すげえ。じゃあ2個目の部屋もうすぐできそうですね。ありがとうございます。ゴミ箱をリサイクルボックスを開ける癖がなくて、さっき 2回目のやつを開けました。2回目、開けたの2回目でした。このベンチでさ、みんなで集合写真昨日撮り忘れたなと思って別のとこで撮ったけど、ベンチみたいなやつでみんなで撮る場所も作りたいなとも思ってますね。雨でもこんなこと言ったらまたいっぱい持ってきてくれてすいません。プレゼントボックスのこう時間やな。今は飾らせてもらいます。あれなんでプレゼントボックスに入ってたら、買ったら入るんかな。これは覚えてるよね。オッケー、開けてこっか。これで全部持てるかな。すげえ嬉しいんやけど、この瞬間。プレゼントって重要なんやね。俺も本当にごめんなさい、いろいろと適当なもんばっかりプレゼントしてきた人生でした。人生でしたって過去形じゃないですか。今からちゃんとして、じゃあ、うわー、こんな綺麗な画面になっちゃったの。置くんじゃない、置くんじゃない、置くんじゃない。能面つけてる場合じゃねえんやけど。まあ、包丁スタンドちゃんとキッチンしたいって言ったやつを叶えてくれて、キッチンしたい、した、し始めた原因やけど。あ、これ全部で1個の部屋できるんか。あすごい、なんか俺引っ越し祝いもらってるみたいな感じや。調味料入れ、学習で、そっちのパターンもくれてるの。色ってそれで分かれてんの、もしかして。あれ、色ってそれで分かれてんの。美穂さんへ噂したら書類の山。ってことはこれが包丁スタンド系ってこと。あ、色決めれるんや。これ気づいたよ俺。換気扇気づいたよ。ポニョミさんありがとう。気づいたこと自慢してるだけ。カフェカーテンの、カフェのオープンに向けて、このピンク色はカフェなの。俺この動画自分で再生し直さなあかんやん。だからキッチンとカフェって俺どうやって区別したらいいか分からんくて。だってカフェにも炊飯器あるから。でもこの色でこっちはカフェなんや。はあ、全部これ使おう。優先させてください。プレゼントボックスに入ってた方優先させてくださいって捨ててるやん。これ色決めてくれてるところって最強なんじゃない。もうなんか俺もそうしよう。生かしてほしいし。俺ポニョミさんのところ行ったらあかんのかな。ポニョミさんと会話ギクシャクしてるんですけど、ギクシャクじゃない、噛み合ってないんですけどね。実際はやり取りは、なんでかっていうと、そのゲームを、こっちのゲームやってる間こっちのゲームしてないからなだけで。最後サプライズ開けたんやけど俺。俺知らんやつや、あれ。先生ってことは学習のとこで聞くやつなんかな。ちょっとじゃあ家の中で、これラストね。家の中で換気扇とか今までなかったやつをつけて1時間に収まりました。はあ、ありがとうございます。ちょっと収まらなかったとことしては、返信をしてないんで、手紙の。それは自分でやっておきたいと思いますんで、また時間があるときにさせてもらわせてもらいますんで、よろしくお願いします。もうちょっと部屋大きくなったら、じゃあまた次の配信、あ、配信合わせてくれたら嬉しいなと思います。これか、あ、嬉しい。めっちゃこの子気が利いてるんやろな、実際の社会でも。多分こういうかゆいところのやつね、これ落ちてなかったと思います。あー、いいね。
あ、どう持ってるんかな。こっちはカフェ系なんやな。書類の山か。書類の山ですね。書類の山はこっちの部屋にちょっと置いときたいと思います。書類な、学校、俺勉強の側やけど書類なんやね。あ、いいね、これとブック合うやん。これ書類の山なんや。あ、違った。あれ？俺何置いた？これ書類の山やな、今度こそ。ブックもあったんか、今。俺間違えてる？あ、これ置いたんや。じゃあ色違いのこれがあって、さらに良くなってる。うわー、思ったとこに飛んでった。嬉しい。そして、これを入れてラストとさせてもらいます。ほんでラストでいいかな？ちょっと待って、もう一回確認しよう。エスプレッソマシンとかは後で設置しておくやろ。コーヒーカップか、これ。カップはないわ。勉強セットってあったっけ、俺。ちょっとまだ足りてなかった。まだラストにはいけなかった。あ、勉強セットあった。俺のや、これ俺のや。俺のさっき入れたやつや。電子レンジはあったやろ。で、これあった。これは。ちょっと待って。これだよ。あ、これは、ない。ちょっと色違うやつやった。俺が持ってるのは自分で買ったやつがあるんですけど、だから中華料理屋さんみたいなのやんなあかんな。こう一個のテーブルにこう色違うのに置いてあるみたいなやつかな。味は美味しいけどっていう店にありそうなやつですね。スペースマシン、コーヒーカップ、ああ嬉しい。コーヒーカップはちょっとあっちかな。あっちやけど。うわ、こんな嬉しいことでええわ。ここに包丁セットも置いとき、後で置いときます。じゃあ音楽鳴らして、何の動画やったっけな、これは。お返しという、お返しじゃないな。何、整頓？整頓の動画を終わらせてもらいます。思い出を整頓しました。思い出じゃないな。めっちゃいいんですけど。じゃあこれを流しながらこの動画を終わらせていただきたいと思います。